滝沢市 IPU イノベーションセンターは岩手県滝沢市にある岩手県立大学地域連携研究センターに隣接して建設された企業集積施設。2009年に滝沢村、岩手県立大学、岩手県の3社による滝沢村 IPU イノベーションパーク整備計画が策定された。この整備計画は企業誘致、 IT 関連企業の人材育成、産学関連系の推進を目指したものであった。2009年5月15日には最初の貸し研究室である滝沢村 IPU イノベーションセンターが岩手県立大学内に開所した。2012年8月には企業立地区画である滝沢村 IPU イノベーションパークの分譲が開始された。また、 アパート形式の貸し研究棟の入居ニーズが高いことから2014年5月30日に2番目の貸し研究室となる滝沢市 IPU 第二イノベーションセンターが開所した誘致活動の結果複数の IT 関連企業の入居立地が行われ2020年現在は2つの貸し研究室施設には25社が入居し企業立地区画には3社の企業が立地している 研究室、会議室、談話室、リフレッシュコーナー研究室、シェアデスク、会議室、談話室、ホール。ありがとうございます。